はい、どうもこんにちは。というわけで安さんなんですけどもね、はい、今日はなんと出雲大社に来ております。出雲大社まで来たそのわけはこの方に会いに来たんです。その会いに来た人とはこちらの方です。おっとまた突然現れましたね。はい、やっすん TV 始まるよ。はい、というわけでね、今日のゲストはこの方です。絵描きのサオリンです。サオリンです、よろしくお願いします。はい、知ってる人は知ってると思うんですけどね、このやすもん、僕の仕事上のゆるキャラなんですけども、はい、やすもんはね、このサオリンが作ってくれたんですよね。はい、というわけでやすもんのお母さんでもあるわけですよね。はい、はい、ということは僕のお母さんではないですね。はい、じゃあまずはね、サオリン、はいはい、はい、簡単に皆さんに向けて自己紹介なんかお願いします。はい、はい、絵描きの日野沙織と申します。書籍のイラストなどを担当しています。ですね、豆の絵を描いてて、豆の絵、はい、時々豆の人ですねとか言われたりするんですけど、ね、ちょうどね豆の絵ですねっていうのでなんか定着しちゃってる感じですか。あ、豆の人ですね、豆の人ですね言われたりとか、豆な人ですね、はい、じゃなくて豆の人ですね。全然豆じゃないです。豆じゃないですね。はい、ちなみに、はい、その絵描きを始めたっていうのはいつぐらいからなんですか。ちょうど仕事にしようとしたのが、はい、ちょうど10年前で。あ、10年前、はい、はいはいはい。で、最初に翡翠小太郎さん、翡翠小太郎さん、はいはいはい、翡翠小太郎さんの本に絵を描かせていただくっていうところから仕事がスタートして、はい、一緒に本を作ろうよって言っていただいて、はい、挿絵を50枚ぐらい入っている、はい、心にズドンと響く運命の言葉っていう本が心にズドンと響く運命の言葉、はい、これもね、多分ね、どっかにねワイプで入れると思うんですけども、あ、この本を翡翠小太郎さん、はい、ベストセラー作家の翡翠小太郎さん、はい、はい、名言セラピーの翡翠小太郎さん、はいはい、と一緒に、ね、本を作られた。はい、一緒に本を作ろうよって言っていただいたのが最初、はい、本当にラッキーな最初の一本になりました。へえ、はい、その、まあ言ったら絵描きのサオリンとしての処女作が、はい、ね、はい、心にズドンと響く運命の言葉、通称ズドンボンです。通称ズドンボン、はい、はいはいはい、なんかね、こう略すとね、なんかね、はい、親しみ湧いて ね、 ね、なんか覚えやすくなったりもしますよね、はい。その時に生まれたのが、うん、あれですか、リンゴの。あ、そうですね、翡翠リンゴがその時に誕生して、はい、で、あとお豆腐のキャラクターなんかもその時、もしかしてたまに私書いてるので今でも、はい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 、Facebook とかで見てくださってる方ももしかしたらいるかもしれないんですけど、あ、サオリンの絵は Facebook で拝見することができるんですか。うん、Facebook もブログもやってます。あ、ブログも、あ、最近インスタもちょっとやってます。 Facebook もブログもインスタも、はい、はいはい、これはね、動画のね、概要欄にちゃんとリンク貼っときますので、ぜひぜひインスタでも友達になって、フェイスブックでも友達になって、はい、でブログは読者登録していただいて。あ、そうですね、はい、ね、スローペースですけどやってますんで。あ、スローペースで撮ってる感じ。最近はちょっとスローペースで、はい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 、はい、はい、やっぱこう創作活動というかそういう、はい、やってることっていうのはなんかやってて楽しいって感じなんですかね。そうですね、やっぱり一番こうなんだろうな、はい、楽しいですけど、もちろん楽しいんですけど、当たり前にやってるっていうか、へえ、なんか普通のことって言ったらおかしいですけど、もうサオリンにとっては創作活動っていうのはもう普通にやってること。でじゃあサオリンにとっての原点みたいな感じなんですかね。うん、そうですね、なんだろう、もうなんか小さい頃、はい、結構私友達がいなくてね。あらあらあら、ちょっといきなり暗い話。大丈夫ですか、大丈夫ですか。はいはいはい、友達ができない子だったんですけど。ハンカチ用意しなくて大丈夫ですか。ヤスンの類性によりますけど。友達が少なくて、そうそうそう、はい、人見知りだったので。あ、人見知りで、なんかあんまり友達ができなくて、はい、いつも家で一人で遊んでたんですけど、へ、そういう時に
ずっと絵を描いてた。あ、はい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 、うん、誰になんかこう描きなさいって言われるわけじゃないけど、はい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 、なんだろうな、そこに戻っていくっていうのが今でも続いてるんだと思います。はい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 、ピアノを習いなさいって言われたらピアノからは逃げ回ってたんだけど、はいはい、なんか絵は描きなさいって言われなくてもずっと描いてるみたいな。あ、なるほど、言われなくても自然にやってるっていうこと。もうまさにその息を吸ってるような感覚で創作活動をしてるんですかね。うん、してるのがすごい。なるほどね。はい、まあね、沙織も友達のいない時期からいろいろ経て、なんかこう夢を掴んで、うん、その夢を今度はツールにして、みんながね幸せになっていくようなね、お手伝いをされてるのかもしれないですよね。そうですね、そういう風に、はい、みんなが幸せになるお手伝い、うん、なんか素敵なワードが出てきたなと、はい、自分で自分を褒めてやりたくなったところでもうそろそろね動画のインタビューの締めにしようかななんて思うんですが、はい、最後に、はいはい、このインタビュー、うん、いつもこの質問で締めております。はい、はい、沙織にとっての幸せって何ですか？私にとっての幸せは、はいはいはい、でもある時気がついたんですけど、はいはい、夢を追いかけるっていうのはもうここでおしまいでもいいんだなと思って。あ、夢を追いかけるのはもういいと、うん、その次には何がありました？なんていうか、なんかこう、あのいただいたお仕事、はいはい、絵を描くっていういただいてるお仕事を、はい、お客さんが喜んでくださるっていうことがあるわけなので、はいはい、うん、なんかそこに対するこうシンプルな喜びというか、あの夢を叶えるというところまでが多分自分の中で第一段階だったかなと思うんですけど。なるほどね、うん、夢を叶えるのは第一段階だとだった気がする。はいはい、からはやっぱりあのやる羽目になってることはなんか淡々とやるのみみたいな、そんな話があるじゃないですか。あ、はい、なんかお任せで生きるとかそういう感じの話ですよね。そこからは、はい、なんだろう、やっとこうこれを使ってどう喜んでもらうかっていうことなんじゃないかって、うん、やっとそこに行き着いて、なのであのこれでこう今度はこう夢が叶うっていう段階をこう、うんうん、なんていうんですかね、うん、自分が喜ぶことが一番だったんですけど、はいはいはい、そこからこれを使ってどうやって喜んでもらうかっていう、へー、そういうことなんじゃないかって思って、はい、なんかそしたらね、とっても幸せになったんですよ。あー、すごーい、すごい。なんか人が喜んでもらうっていうことがやっぱり次の幸せなんだなっていう。喜んでもらうことが次の幸せ。今はね、そこがとても嬉しくて、はいはいはい、だからそこをね、今は私にとっての幸せは旦那と一緒に美味しいものを食べている時がとても幸せです。好感度アップ狙ってんちゃうの？本当はね、さっきもじゃないけどあの、いや、旦那の目の前で一人で食べてるとかねのが幸せとか。本音はそうなの？本音は一緒に食べてるのが幸せって言いながら、本音は旦那にお預けを食らわしながら食べてるのが幸せみたいな。すいません、それも嘘です。お前まあそんな感じでね、旦那さんとね、すっごい仲のいいサオリンでね、僕はこの旦那さんね、てっちゃんてっちゃんで僕も仲良くさせてもらってるんですけど、ありがとうございます。もうね、本当にね、サオリンが描くね、てっちゃんのイラストはね、本人そのまんまなんですよね。ここに出てくるんですか？ね、ここに出そうかな。そんなでしょでしょ、むっちゃ似てるでしょ。あ、いや、本人わかんない、本人わかんない、本当にね、このイラストの通りの人なんですよ。はい、そんなね、てっちゃん、沙織、はい、ね、そのお二人が僕も大好きなんですけど、そんなね、あの幸せいっぱいの沙織でした。最後になんかメッセージがあれば。メッセージですか？はい、さっき の, あのお仕事でシンプルにお客様に喜んでもらうっていうことと、はい、あとあのこうなんだろうな、こうふっと湧いてきた時に、はい、誰かこう私と同じような、前私が感じてたようなことで、なんていう、悩んでる女子にっていうか、そうなんだろう、ちょっと幸せな気持ちになったり前向きになったりするような言葉をあの発信していきたいなといつも思っていて、絵を描いて、ね、でメッセージも添えて、はい、豆のメッセージと絵みたいな感じで、はい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 、ずっとそういうのでやってきたんですけど、はいはいはい、あの
これからもちょっと人の心が温かくなるとか前向きになるとかそういうものを作っていきたいなと思っています。はい、幸せな人が一人でも、あ、いいですね、増えたらいい、増えてほしいですよね。はい、で、サオリンの絵はさっきも言ったみたいに、はい、Facebook、Instagram、ブログ、はい、で、これあの動画の概要欄にリンクを貼っておきますのであの皆さんぜひ豆の絵を見に行ってください。ありがとうございます。はい、サオリン今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあさよなら。最後までご覧いただきありがとうございます。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。他にも Facebook、Twitter、Instagram などフォローも大歓迎です。またのご視聴お待ちしております。ありがとうございました。